どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕がこの物件に引っ越してきたのが2017年の10月とか11月ぐらいですって考えると、もうそろそろそれ1年経つよっていう動画もちょっと一本撮っていきたいんですけども、まあ、今回はそういう話ではなくて、ここ 1,2 ヶ月でこういったパソコンだったり机だったりっていうのをちょっと導入し始めてます。で、なんでかっていうと、物が何もないすっきりとした空間だったら、こう仕事にはすごい集中できるんですけど、ただリラックスできてるかって言われたら全然できてなかったです、正直。そうなので、ここ 1,2 ヶ月ではこう帰りたくなるお部屋っていうテーマを掲げて、まあヒュッケなお部屋を掲げて、ちょっと部屋の改造というか模様替えをしています。そうっていうのは、まあ前の動画でもちょいちょいシェアさせてもらってますけども、で実際にそうやって模様替えをしていった結果、やっぱりなんか落ち着くんですよ。すごい落ち着くし、リラックスするし、楽しいし、でその結果仕事に集中できてるっていう自分がなんか実感があるので、あ、これはいいなと思いました。で、あと僕が結構好きな方で、まあ、海外の人なんですけど、ミニマリズムなライフスタイルを送りながらこのフィルムメーカーをやってる人なんですけど、その人の部屋を見ると、まあ、おしゃれなんですよ。おしゃれでちゃんとまあ必要なものもあってみたいな感じなので、あ、こういう感じちょっと目指してみたいな、なんかすごい居心地が良さそうなので、あ、僕もこういう部屋ちょっと目指してみたいなと思って、なので最近はこの人をちょっとモデルにしながら部屋をちょっと模様替えをしています。で、今回どういったものを追加していくかっていうと、まあ先ほどから画面に出ちゃってましたけども、こちらです。よいしょ。で、またショッピーさん、物増やして全然ミニマリズムじゃなくなっちゃってるじゃないですかっていう意見が飛んでくると思うんですけども、最近こうヒュッケなライフスタイルっていうか、そのやっぱり帰りたくなるお部屋っていうのを目指しているので、じゃあそのために何が必要なのかなって思った時に、今回これを、まあ結構かなり迷ったんですけど、1、2ヶ月迷った上でこれをちょっと導入することにしました。なので全然その物を持たないイコールミニマリズムって考えてる人の意見を反対するつもりは全然ないんですけど、その僕の場合はちょっと物増やします。はい。はい、とりあえず中身出せたので今から組み立てていきます。骨組みがここまで完了しました。Thank you.
模様替え完成です。あ、これはいいですね。めちゃくちゃ気持ちいいでしょ。ただ今回は床からどれぐらいでしょう、 iPhone2 台分ぐらいの高さまでは上げたので、そう、これからはあったかく寝られると思います。というか、これからの寒い冬が来ても暖かく寝られると思います。今回こんな感じで睡眠をブラッシュアップ、睡眠環境をブラッシュアップしてみました。まあ、まだまだというか、その布団だったり枕だったりっていうのはこれから買い足しに行ってくるんですけど、今回はこのベッドを置きましたっていうところで以上とさせてもらいます。確かにこう部屋の感じとしては、なんか一気に物が増えたぞと圧迫感がちょっと出て、まあ正直違和感もあるんですけど、ただここが6畳ワンルームっていうことを考えると、必要最低限のものしかなくて、しかもこうパッと見るだけで心が軽くなるような気持ちいいものばかりに囲まれているっていうふうに考えると、まあ全然 OK だなというふうに個人的には思ってます。こう僕の中でのミニマリズムっていうのは、やりたいことにフォーカスするための環境、それがミニマリズム、まあというか僕はそういう感じでミニマリズムを捉えてやってきています。なので、こう物が少ないイコールミニマリストって思っている方は、他のチャンネルを見てもらえればいいかなというふうに思ってます。で、僕はこれからも帰りたいって思えるような、そんな部屋を、まあ、これからもちょっとブラッシュアップしていこうと思います。はい、なのでまあそれでまた何かありましたら動画でシェアさせてもらいますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで言いたいことは以上かな。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。